不動産投資セミナーということで、初めて、ロサンゼルスでセミナーを行うことになったんですね。どうして今回このセミナーに、しようかなと思った理由はですね、今まで私もいろいろな女性の方々とお話をしてきて、やっぱり皆さんこうどこから始めたらいいかわからない、何をしていいのかわからない、お金をもっと作りたい、そういうお話を私いろんなところで、それはお客さんだけではなくてね、友達、知り合い、それから私の息子の行く学校にの、そこで知り合った、ママ友みたいな、アメリカ人の方からいろんな女性と話す機会がすごく多かったんですけれども、皆さん知らないことがとても多いんです。で、私もよくよく考えると、10年ぐらい前は皆さんと同じような、境遇にあったわけですね。たまたま私は個人的にそのファイナンシャルでものすごく痛手を受けていた時期でもあったので、そこから、自分なりに学んできて、このままじゃいけないなっていうところを改善してきたというところで、たくさんの方々にもしも私の体験が、参考になればということが目的で、今回はセミナーをしてみようということになりました。で、今までもですね、アメリカのセミナーないんですかっていう他のお問い合わせはあったんですけれども、今回は女性のためにということで、私と同じ、境遇に、いらっしゃる昔のね、私の同じ境遇にいらっしゃる方に少しでも参考になればということで、私がやってきた不動産投資の話を中心に、また10年前に描いていた、ライフスタイルをその10年後に、確実に自分のものにするためには、どういうふうにしたらいいのか、どういう考え方がいいのか、そういったところを中心にですね、今回のセミナーでは、網羅していきたいなというふうに、思っております。決して例えばファイナンシャルプランニングについてのお話ですとか、そういった堅苦しいことではないんですね。不動産のお話をしますけれども、女性の視点で、私たちはね、こう分析とかグラフとか難しい話は嫌いです。なので、そういった目線で皆さんとお話ができればなということが、今回のセミナーの発端だったんですね。女性のためのとなってますけれども、ご夫婦で参加してくださる方もいらっしゃいますので、ぜひ旦那様の理解をもう少し深めたいとか、2人で考えていきたいという方は大いに、参加していただければなと思います。セミナーたったの30ドルですので、この機会を、ぜひ、皆さん有効に、有効なライフスタイルを送れるように、ぜひ参加してみてください。皆さんにお会いすることを楽しみにしております。